石巻川開き祭りは北上川を改修し石巻の発展の礎を築いた川村孫兵衛重雄氏の功績を称える祭りです。頑張れ頑張れ。目玉行事の一つ孫兵衛戦競争の予選には昨日男女合わせて44チームが出場。およそ550メートル先のゴールを目指し力いっぱいオールを漕いでいました。みんなのその息を揃えてしっかり漕ぐっていうところで、まあ、1位取れてよかったですね。石巻川開き祭りは3日間で、最終日の今日は孫兵衛戦競争の決勝レースや伝統の大漁踊りなどが予定されています。